南九州市の清水岩屋公園で先月6日、園内を流れる川で鹿児島市の中学3年の男子生徒が溺れて死亡しました。警察によりますと、男子生徒は友人やその保護者と十数人で公園を訪れ、川遊びをしていました。県内では去年も夏場を中心に川遊びや釣りでの事故が6件発生し、うち2人が亡くなっています。川で遊ぶとき、どんなことに注意したらいいのか、川での救助活動などに詳しい鹿児島カヤックス代表の野本直美さんと県ライフセービング協会代表の山下進さんです。2人が欠かせないと口を揃えるのはライフジャケットです。体型に合ったものを選ぶことや、子供は脱げやすいため股下にベルトがついたものを選ぶことが大切だと言います。今から実際に川に入ってみます。一般的なこのような水着でそのまま入るのと、こちらのライフジャケットを着た状態でその浮き方にどのような違いがあるか実際に試してみます。まずはライフジャケットを着た場合です。ここの首周りがしっかりこう浮くので、口と鼻しっかりこう確保できるというか、水の外に出すことが全然できるんで、なんていうかな、こう怖さ全くないですね。一方、ジャケットを着用しないと、いや沈みますね。今水の下見えないと思うんですけど、一生懸命手で書いてます。手でじゃないと浮かない、かなり危険です。川は流れる水が生み出す強い圧力、導水圧が生じるため水面に浮くことが難しくなります。海の方は浮力はあると思います。やっぱり川特有って言ったらやっぱ導水圧、水の浮力を得られなくて沈みやすい。ではもしも溺れている人を見つけたらどうするか。まずは周りにいる人に助けを求め119番通報することが鉄則です。むやみに川に入って救助をすると自分も巻き込まれる恐れがあります。そこで川岸からできる救助で役立つのがペットボトルです。はい、じゃあ今から投げますよ。見えてる？はい、じゃあ行きます。捕まえて、それを顎の下に持ってください。そのまま力入ってしまうとずっと下半身が沈んでしまって顎が水の中に入ってしまうんです。呼吸を必ず空中に向けたいから顎の下に鼻と顎を口を向けるってことが目的です。投げるとき少し水を入れると風に流されず狙ったところに投げやすくなります。紐があればボトルにくくりつけて溺れた人をより安全な場所へ引き寄せることもできます。はい、捕まえて。はい、届いたらじゃあそれを、ね、背中に抱えてください。でこの時にね、もう安全な場所、ここだったらあそこが安全な場所です。こちらの方に誘導していきましょう。この他にクーラーボックスも浮きの代わりに使えます。また川は気象条件によって深さや流れの速さが変わるため、今の天気や今後の予報をこまめに確認することも必要だといいます。自然からいろんなことを教えてもらったんですよ。だから自然には接した方がいいんだけども、ただその時に何が危険かどうかというのを見極める能力を高めてもらいたいんです。今ここ晴れてたとしても上の方、流水域ってところで水が雨が降っちゃうと水がぐっと増えちゃうんですね。動く水っていうのが川だっていうことがあります。だからそこが危険ですね。事故を未然に防ぐため、いざという時に役立つ知識を持っておくことも大切です。